校の皆さん、こんばんは。今日も元気だドレミファ音符姫。夏の暑さには負けません。アメリカのギロックという作曲家の作品より夏の嵐をお届けいたします。毎日日替わり。お客様、今日のメニューは何になさいますか？それでは夏の嵐。音のダイナミクスにペダルも踏み替え、ピアノは弾けるととっても楽しいのです。昨日もとっても楽しい一日でした。今日も暑さなんかに負けないもんだ。湿度に気温、良い子の皆さんも適度に休憩をとってください。適度に自分のペースで練習を楽しむ、これがピアノ上達のコツかもしれません。平音記号が難しい、ドクフが難しい、心配はご無用です。ゆっくり平音記号に下線の音をゆっくり読んでいくことで必ずドクフ力は身につきます。それでは夏の嵐でした。レッスンのご要望、リクエスト、何でもお答えいたします。どうぞご遠慮なく、どしどしご意見、ご要望などお問い合わせください。お問い合わせは CAPIMAKI4041@gmail.com になります。ピアノの表現力を身につける。これはとっても楽しいです。それでは、バイバイ。